のエキスタシー、早くも観衆を自分のものにして堂々の入場であります。全てがメジャー級のこの男がド派手に入場してまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ。エディットレスラー、頑張れ。頑張れ。赤コーナー、エディットレスラー、頑張れ。レフリー田山正夫、頑張れ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。切り返します。フロントからのキック、蹴りを見舞ってまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。蹴ってまいります。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。ロックアップ、逆に切り返します。組み合います。リング上はヘッドロックの体勢、ナックルを打ち込んでまいります。キックを打っていきます。ロープに飛ばした。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。あ、なるほど、そうだったんですか。蹴りを見舞ってまいります。このポーズです。掴んだ、ボディスラムです。呼吸を整えています。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。組みに行きます。逆に振り返した、コーナーに打ち据えてまいります。行くのか、リング上はコブラツイストの体勢、ロープブレイク、組み合います。コーナーに振った、ランニングしたらエルボー、引き起こします。組みに行きます。対角線に飛ばした、ショルダーをぶつけていきます。コーナーに登る、ハンマーを振りかざします。ロックアップ、キャ
プチュードに持っていった。おっと、ノックアウト。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。ガンガン行け！ガンガン行け！タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ！230番の和田国吉。和田、和田行け！和田オリジナルレスラー、頑張れ！赤コーナー、ガンガン行け！エディットレスラー、頑張れ！頑張れ！エディットレスラー、頑張れ！頑張れ！レフリー田山マサ、ガンガン行け！
打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。行くのか。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。重いチョップであります。組み合います。逆に振り返した。キックが顔面を捉える。容赦のないキック攻撃です。あっと、キャッチした。レッグロックに捉えます。ロープブレイクです。あっと、逆に捉えた。足を殺してまいります。荒っぽいファイトを展開してまいります。ここでタッチです。掴みます。あっと、エルボー。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああ、なるほど。リバースで返します。掴んだ。エルボーを入れていきます。フロントからのキック、組みに行きます。そのまま投げてまいります。足攻めに転じます。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。ラフ殺法に転じます。蹴ってまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。コーナーに登って、ここは戻ります。蹴りを見舞ってまいります。ボディースラムで投げてまいります。これは苦しい超攻撃です。腰を落とします。あっと、リバースで返してまいります。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組みに行きます。ボディースラムです。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。掴んだ。エルボー、腕をフックします。膝を入れていきます。掴んだ。させません。張ってまいります。腕を取ります。返してまいります。ロックアップ、逆に振り返して、全身でぶちかましてまいります。抱えます。打たせません。肘を打ち込んでまいります。肘を打ち込んでまいります。抱えます。打ち込んでまいります。張ります。行くのか。投げてまいります。こういう攻め方はうまいですよね。今はこういう攻め方をできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね。鋭いキックです。カバーに入ります。返してまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。チョップがうなってまいります。逆に返します。スイッチしてまいります。フロントに捉えます。こういう力で持っていく投げは効きますよ。ちょっと苦しそうですね。おっと、チョーク攻撃であります。
10分経過。10 minutes pass。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。逆に振り返した。高周波数の音が館内に響きます。抱えます。パンチで返します。フロントに捉えます。させません。足を抱えます。パンチで返します。あと、目つぶし攻撃。あと、目つぶし攻撃。スペアタックル。さあ、タッチ。一気にスパークするのか。ストンピング。ここでタッチだ。ゼロ戦。ロープに逃れました。腕をフックした。あと逆に切り返した。ロープブレイク。強烈ですよ。後頭部痛だか。腕を取った。腕を壊しに行った。頭を掴んで。小気味のいいコンビネーションだ。トップロープを奪う。ハイアングルのミサイルキック。引き起こす。組み合った。あっと投げていった。ピンポイントのドロップキック。ドロップキック。ここでスイッチ。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。起こした。15分経過。バックを取って15 minutes pass。 丸めていく。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。ローキック強烈。ロープに振った。膝にピンポイント集中砲火。抱き起こす。ウルネルソンの体勢。ドラゴンスーパックス。ヒールゲッバック。オーライカウントリー。センキュー。トップロープを狙う。リングに戻ります。ガジェット組み合った。対角線に飛ばした。アット顔面。強烈ダブルに。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。掴んだ。エルボーを入れていく。抜くのか。蹴っていった。逆水平。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。ミミズバレになる逆水平。フロントに捉えた。あっとエルボー。奥歯を噛みしめた。パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。顔面蹴り上げる。組み合った。ロープに飛ばした。上段回し蹴り。エビに固める。オールを返します。ガジェット組み合った。飛びついた。腕を取った。
20分経過20ミリキック、抱えた。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。カバーの体勢3つは入りません。いけるか。あと逆に返した。ローキック、ストンピング強烈、抑え込んで2カウント、まだ足りません。足を抱えた、バックに回った、背後を取り返す、逆にバックに回った、エルボーで切り返す、ここでタッチだ。ここでロープブレイク、フロントキック、バックに回った、あっと返した。リング上の終身刑か。監獄が食べ、岸壁の母の胸に抱かれました。おい、ボディスラムで投げつける、一気に締め上げる、ロープに逃れました。あっとエビ固めで丸めていく、カウント2、腕を回した、ブレンバスターで切り返した。いけるか。あと逆に投げていった、放っていくのか。首根っこをつかんだ、させません。蹴りをぶち込む、ガッチリ入った、嬉しい逆十字。25分経過25ミリットパス。さあタッチ、蹴り上げていく、
を真剣に生きる熱き魂が入場してまいります。頑張れガンガン行け。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー230パウンドミステリーマン行け。頑張れ。赤コーナー頑張れ。エディットレスラー頑張れ。頑張れ頑張れ。レフリー田山雅夫頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロックアップ、テイクダウン、ニードロップ、掴んだ、足を狙ってまいります。行くのか、ロープに振った、タックルでぶちかまします。足を殺してまいります。蹴ってまいります。キックを打っていきます。ローを打ってまいります。そのままグラウンドに持っていきます。蹴りを見舞ってまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。ストンピングです。腕を回します。エルボーを入れていきます。逆水平を打っていきます。腕をフックします。パンチで返します。フロントからのキック。さあまさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、アズノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が差しているかのようであります。さあ今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。ストバックに突き刺さります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。ブレンバスターに取ります。バットバックに回った、小脇に抱えます。えげつないニークラッシャー、フロントからのキック、足を取ります。させません、フロントに捉えます。今のスープレックスなんですがいかがでしょう。いやちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんですよ。ああそうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね、警戒してますね。はい、抱えます、耐えます、掴みます。すごいフックが決まった。引き起こす顔面へのキック、けさぎり、腕を取った、腕折りに持っていった、蹴っていった。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。あっとストバックのあたり、
逆にバックに回った。危ないパンチ攻撃。ガードポジションに移行した。外した。フィニッシュ宣言か。あっとパンチ抱き起こす。あっとエルボー起こした。抜くのか。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。引っこ抜き、力任せのパワーボム。カウント 2.9。 重低音は大根。いけるか。逆に返した。組み合った。コーナーに振って、ギロチンを落としていった。足を取った。足を殺していった。全体重を落としていった。キーロックで固めていった。テイクダウンを奪った。逆に上を取った。これは苦しいですね。はい、背後を取り返す。バックを取り返す。ガードの体勢。おっと外した。立たせていく。腰に手を回した。ジャーマンスープレックス。まだ腰を離さない。カウント3が入りました。さあ、大観衆お目当ての一戦を迎えました。両者入場してまいります。数であります。この男入場してまいります。行けよ。頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、頑張れ。エディットレスラー、行けよ。頑張れ。頑張れ。赤コーナー、頑張れ。エディットレスラー、頑張れ。行け。レフリー田山正夫。
沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ローキック、掴んだ。ヨーロピアンエルボー。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。膝を入れていきます。抱えます。ハンマーが襲ってまいります。行くのか。逆に返します。ラフ殺法に転じます。腕をフックします。簡単にはいきません。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。掴みます。チョップを連続で打ち込んでいきます。足に照準を絞るのでありましょうか。ブレンバスターに取ります。キックを打っていきます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの心の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。フェイスクラッシャー。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。ロックアップ、そのまま投げてまいります。掴んだ。このあたり首に転じてまいります。首に行きます。グラウンドでのヘッドロックであります。ロープにブレイクしました。強烈に打ち込みます。掴みます。あーっと、急所。ブロックします。ストンピングを叩き込んでまいります。脳を打ち込みます。顔面に突き刺さります。膝へのキックです。組み合います。おっと、グリーンベレー殺法か。掴んだ。サイドスープレックスで叩きつけます。あっと、返していった。バックを取って、おっと、膝を叩きつける。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。打たせない。組み合った。強烈に締め上げる。ハンマー気味のパンチ。ミミズ丸になる逆水兵。ロープに振って浴びせていった。場外に降りる。ブランチャー、キーロックで固めていった。いけるか。お気をつけください。ローを打ち込む。ローキック強烈。蹴り上げていく。おっと、逆に捉えた。これは強烈ですね。そうですね、リングに戻ります。リングに戻ります。ガチッと組み合った。逆に返した。掴んだ。あと、耐えた。組み合った。強烈に叩きつける。小脇に抱えた。高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした。足を殺していった。体を預ける。カウント 2.5。 首根っこを掴んだ。ショートレンジ気味のラリアット。カウント2つ。惜しい。ガチッと組み合った。
あと逆に返した。10ミニットパース立たせてフィニッシュに持ち込むのか。腰に手を回した。バックを取り返す。標高8000メートルエベレスト級のジャーマン。あっとジャブ、腕をフックした。させません。あっとエルボー、ギロチンを落としていった。いけるか。すごい形相で締め上げていく。抱えた。そのまま締め上げる。あとスクールボーイで丸める。カウント3つは奪えない。いけるか。あと逆に投げていった。うまく切り返した。そのまま浴びせてまいります。頭を掴んでバックに回った。背後を取り返す。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。引っこ抜きか。ダブルアームで投げていった。腕を取った。腕を殺していった。掴んだ。あっと逆にパンチ。組み合った。コーナーに振った。なだれ式のプレーを出した。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。ヘッドバット、ヒールホールド、ロープブレイク、ガジェット組み合った。ロープに振った。魔性のスリーパーが決まった。そのまま耐え固め。ここでロープブレイク。組み合った。スモールパッケージで丸める。カウント3つ、カウント3つ入りました。
グの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。ガンガン行け行けよ。タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、行け頑張れ、エディットレスラー行け赤コーナーガンガン行け、エディットレスラーガンガン行け、行け、エディットレスラーガンガン行け、行け、頑張れ、レフリー田山マサ頑張れ。打ち鳴らせ、今ゴングだ。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ストマックを狙ってまいります。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。打ち込んでまいります。掴んだ、強烈に打ち込みます。バックに回ります。えげつない2位クラッシャー、マウントに移行します。マウントから小手攻撃、おお、馬乗りから小手を見舞っていく、抜けてまいります。アキレス腱固めに入ります。ロープにブレイクしました。張ります、掴みます。いやらしい顔面屋のキック、乾いた音が館内に響きます。そのまま倒してまいります。外してまいります。腕をフックします。パンチで返します。モンゴリアンチョップ強烈、腕を取ります。こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。うん、チェンジオペースといったところですね。くびれ交
掴んだ。膝頭を入れていく。あっと、うまく切り返した。おお、架空を見上げたか。場外に移行した。頭を掴んで。重いですね、一発が。抱き起こす。ボディスラムで投げつける。リングに戻ります。ここでタッチだ。組み合った。投げていった。さあ出たぞ、サムズアップ。いけるか。対角線に飛ばした。ジャンピングエルボー。ストンピングを叩き込む。ガチッと組み合った。倒していった。ミミズ腫れになる逆襲兵。強烈ヘッドバット。蹴り上げていく。掴んだ。エルボー強烈。いけるか。キック強烈。抱えた。あっと、テイクダウン。息を整えたいですね。張った張った。マウントガード張り手。危ない危ない。落ち着いて取った方がいいですね。はい、外した。腕を回した。打たせない。エルボー。顔面蹴り上げる。場外に降りる。ローキック。組み合った。すごい形相で締め上げていく。強烈なローだ。ガチッと組み合った。ツーブス飛んで落としていった。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでスイッチ。腕をフックした。強烈に叩きつける。カウント2。組み合った。コーナーに振って、あっとカウンター。腕をフックした。全体重を浴びせた。アラッシュホールド。ロープに逃れました。オクラホマスタンピート。あっと、地獄突き。引き起こす。抱えた。ボディスラムで叩きつけた。2位を落としていく。頭を掴んで。させません。いけるか。コーナーに振った。ギロチンホイップ。さあ決まるか。肩が上がります。小股に挟んだ。脳天食い打ち。パイル
立たせていく。あっと逆に丸めていった。跳ね上げてまいります。さあタッチ、ここでタッチだ。気合を入れた。ブレンバスター行くのか。ストバックを狙っていく。すごい顔で打つ。腕を回した。ストバックに突き刺さった。腕をフックした。ブレインバスターで叩きつける。起こした。15分経過。エルボーで切り返す。肉体を躍動させる。ボブラクラッチに取った。あーっとこれはうまい。チキンウィングで決めていく。抱えた。ベルトゥベリースープレックス。エビに固める。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。ガジェット組み合った。あっと投げていった。フロントキック。さあタッチ。感極まって投げ出している女性ファンもいます。あーエクスタシークライマックス。出すのか。エルボーで返す。さあ首をかっ切った。地獄好き強烈。起こした。一気に両立するのか。ファイヤー攻撃。カバーした。ロープブレイク。蹴っていった。掴んだ。キック。抱えた。オクラホマスタンピートで叩きつける。フィニッシュに行くのか。3にも4にもなる好タグ。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。
ユニットが結成されました。その姿を今表します。頑張れ！タクマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ！エディットレスラン頑張れ！エディットレスラン頑張れ！赤コーナーエディットレスラン沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。腕を捉えます。腕を狙ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。逆に投げてまいります。汗がミストとなって飛び散ります。逆に返します。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ、顔面に突き刺さります。抱えます。パンチで返します。張ります。チョップであります。組み合います。脳天から落とします。足を固めたの監獄ロックであります。ロープブレイクです。掴みます。顔面を捉えます。組みに行きます。ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープに逃れました。してまいります。スタンディングを取らせます。腰骨のあたりを打ちつけてまいります。掴んだ、尻を使ってまいります。掴みます。張ってまいります。行くのか、そのまま倒してまいります。起こします。蹴ってまいります。掴みます。クラシカルなエルボースマッシュ。
打ち込んでまいります。フロントに捉えます。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。フロントから投げてまいります。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。パンチ攻撃です。逆水平ロックアップさせません。掴んだ。フロントからのキック。掴んだ。ボディースラムで投げてまいります。ニードロップ。抱えます。荒らし落としで叩きつける。足に照準を絞るのでありましょうか。グーパンチです。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター。ヘッドバットを打ち込んでまいります。相手を挑発してまいります。ここでタッチです。アームロックの体勢。ロープにブレイクしました。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げ捨てます。エルボードロップを落としてまいります。キックを打っていきます。ロックアップ。首から突き刺さります。エルボー。このあたり決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。腕を取ります。これはきつい。ジョニーマジック、頸動脈を締め上げる。グーの鉄拳制裁。ガジェット組み合った。逆一本背負い。決めに行くのか。ロープブレイク。10分経過。10 minutes pass。 顔面が歪む。重いですね一発が。組み合った。すごい形相で締め上げていく。エビに固める。オールを返します。抱えた。シュミット流で倒していった。ここでタッチだ。引きを一気に締め上げる。強烈なローだ。いけるか。巻き投げで切り返した。抱き起こす。あっと相撲殺法。いけるか。腕を狙っていった。バックに回った。かわず落とし。ストンピング強烈。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。すごい顔で打つ。ああ強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか。腕をフックした。小股に挟んだ。あと耐えた。キック。ものすごいグーだ。ガジェット組み合った。逆に振り返した。エルボーで切り返す。リングに戻ります。金的攻撃。
クリアった。15分経過。15ミニッツパー。逆に返した。掴んだ。容赦のないヘッドバット攻撃。組み合った。ネックブリーカーで叩きつける。カバーの体勢。岸壁の母の胸に抱かれました。あっ、マッケンロー、チキンウィングで固めていく。ロープに逃れました。ドロップキックが突き刺さる。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。ガチッと組み合った。ズームストンで落としていった。ドロップキック、全体重を落としていった。技の仕掛けが早いですね。勝負にいってますね。ええ、いけるか。あと逆に倒した。立たせていく。タイガー行くのか。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。ええ、勝負のポイントですね。首根っこを掴んだ。場外に降りる。ガチッと組み合った。あと逆に返した。組み合った。リングに戻ります。いけるか。飛びつき式の嬉しい逆十字。ここでロープブレイク。絞り上げる強烈。首根っこを掴んだ。させません。さあ腕を固める。ネックアンドアームブリッジ。いけるか。カッキーカッターが決まった。ここでスイッチ。ガチッと組み合った。ネックブリーカー落としていった。トップロープを狙う。ダイビングヘッドバット。一気にスパークするのか。腕を取った。あっと逆に腕を取った。腕を殺していった。ジャンピングDDT。首から突き刺さった。ストンピング、エルボー強烈。掴んだ。ヘッドバット、連打だ。抜くのか。あっと返した。ドロップキック、的確であります。アームロックで決めていった。頭を掴んで、あっと逆にキック。抱えた。あっと逆に投げていった。起こした。組み合った。あっと切り返した。腕をフックした。読んでいます。まさに読み切り小説。3つは入りません。
残り時間5分。はっ、5ミニットレフト。マッケンロー放っていった。首根っこを掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。さあ、最後のスペシャルディナー、どう繰り出されるのでありましょうか。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。抱えた。させません。掴んだ。チョップ強烈、水平打ち、場外に移行した。組み合った。残り時間3分。あと逆に返した。腕をフックした。あと逆に投げていった。ブロックした。リングに戻ります。ここでタッチだ。焦点を打ち込む。ガジェット組み合った。逆に返した。浴びせげに強烈、そのまま浴びせていった。返しました。のど輪か。残り時間チョークスラム。1ミニットレフト。